ところには江戸時代の東海道がそっくり残っています。東京から京都の間でこれだけうまく残ってるところがここの日坂だと思います。それからここへ作ったのは広重がこの美術館を作った場所で絵を描いたと思われます。その絵がこの絵です。この絵と実際の景色がここの美術館のところで一致します。そういうようなことでここの場所を努力して手に入れました。堀氏すり氏がこの絵師のレベルをさらに上げてるんですね。だから絵師が非常にもてはやされてたかだけども、その裏には堀氏すり氏の努力があっての絵だったんですね。桜の花が咲いたりね、新緑が非常に美しく、おすすめです。季節ごとに楽しめそうですね。